関露寺家は、藤原北家高藤流の公家家族。公家としての価格は、名家、家族としての価格は、白尺家。鎌倉時代の終わりまで、坊上吉田、中見門などと称していた。吉田常房、中見門常藤吉田貞房などを出した家系である。鎌倉時代に入って、多数の分家を創出したが、 貞房の弟の県中ナ言ン高市長が起こした一家が結果として現代まで存続し、過重自流としては最も徴用の順の高い家系であることから、俗に着流と呼ばれる。高市長の子息の県中ナ言藤永の頃から、祖先、藤原た助が混流した寺院で、自らの号と申した関路寺を加盟とした。なお、この時南朝に仕えていた。 吉田宗房との間で着流をめぐる争いが生じているが、貞房の系統は、南朝と共に没落したため、関路寺家の優位が確立されたのである。藤永以降、笛、え、樹道を家業とした。室町時代には、関路寺県長、清永、忠長の系統が着流であり、転送や室町伝家けを務めたが、政治的失脚のために断絶したと見られ、その後は、 清永の弟である傍聴の子孫が着流とされた。傍聴の子である親聴は、戦国時代に差し掛かろうとする時期に当主を務め、当時の政局や公家社会の様相を知る上での重要、資料、親聴狂気の機手として著名である。江戸時代の家録は200国。三義省庁の時、明治維新に至り、勝永の子息議長が、家族に列詞白尺を授けられた。 議長の子息受長は、幼い大正天皇の学友に選ばれたのをはじめ、自重次長、小天長などとして大正、昭和の両天皇に仕えた。吉田家、官路寺家、伊原家佐夫、室町規定新社会論 P141 から142、293から294、中三角千中の一難。中山隆親の一難。冷税ため、豊かの二難。 カ重ュ春ジ世の二男。大木町三条高中の三男。中川貞秀の子、豊町の老い。中川貞秀の子、次長の弟。までの工事直母の二男。国立歴史民族博物館の急行給料取り調べ帳データベースより算出した幕末期の官路寺家領は以下の通り。ありがとうございます。